皆さんおはようございます。今日は途中で切れてですね、異例の3回目になりました。ごきげんよう、2020年、6月の8日衆議院議員の原口和弘です。昨日沖縄県議選、終了しました。やっぱりこの新型コロナの影響でですね、投票率厳しいですね。まあしかしその中でも私たち玉城デニーさんをですね支える友人たちが過半数を取ってくれて、ごきげんよう。頑張ることができました。尾長さんも恩人であるですね吉田調整官、もうあとちょっとでしたね。もう本当に昨日はですね、緊張の町長もなさって、もう素晴らしい方なんですがね。だけど、当選できませんでした。ちょうど柱の中の柱なんで、ちょっときついなって思いますね。これですね、もうこんな状況ですね。本当吉田勝弘さん辛いですね。ただあそこは平さんとね同じオール沖縄で、票を分け合って、自民党の人が一人、受かりましたね。二人区ってやっぱり難しい、選挙本当に難しいです。さて今日この後国会、ですが本会議のまた解説もいたします。今日大西さんがですね、代表質問をします。そして持続化給付金の問題、これ全体を見る目っていうことを言ってます。で、実は持続化給付金の申請期日というのは5月の1日から15日、まあ、今度第二次補正予算が通れば、フリーランスの方々あるいは農業の方々なかなか最初の方でですね認められなかった。でもうその持続化給付金150万の受付があってですね、そして100万がまあ受けられたと言われてるんですが、経産省が出してきたものは5月1日と5月2日だけなんですよね。だからこれを見てる友人たちにもぜひ全体を、だって5月1日だけ指してですよ、 95% できてますって言ったら、あ、そうですか、意外とできてるんですねって思っちゃうけど、それは15日のうちの1日目だけなんですよね。もう本当になんていうかな、全体を見ないと国会議員は仕事できないくせにね、まあ、全体を見るっていうとですね、経済もそうですね。昨日もチューズライフプロジェクトで議論をしましたけども、世界全体がもう大恐慌に入ろうとしてるって、その大恐慌に入ろうとしてる時に、自分たちの狭い一般会計のそのバランスシートだけ見ていたんでは、これはもう日本は救えません。だから全体を見る目、高いところから見る目、そして先を見る目、それが必要なんですね。さて昨日からですね、私はもう佐賀に3ヶ月近く帰ることができないんで、佐賀新聞ライブっていうですね、佐賀新聞は最初からですね、データベースをすごく公開してくれていて、中尾社長をはじめですね皆さん頑張ってくださってるんで、佐賀の私が一日一つなんだけど目に留まったものをですね、取り上げてメッセージをするっていうことを昨日からスタートをしました。またこの動画はですね、原口和弘 YouTube チャンネル3つ持ってるんですけども、チャンネル1に録画されます。
今こうやってペリスコープでやってるのはできるだけ返事を、あ、そうです、失礼、5月15日そうです、そうです、期限間違えました。もっとあるんですね。だからこれからもまた受け付けていきます。すいませんね。こういう入れていただいたことにレスポンス、それから YouTube のものもですね、全部を返すことはできませんけども、見ましたよというところでいいねをさせていただいてます。もうちょっとで5000なんで、ぜひ皆さんご登録もよろしくお願いします。それじゃあ、今日はちょっと電波が途中で切れるアクシデントがありました。持続化給付金について後でちゃんとご説明します。それじゃあ失礼します。